歌舞伎体操の基本は体を正しく使うこと。体を正しく使って腕を回していきましょう。胸を叩いて大きく腕を伸ばします。自分の体が何倍にも大きくなったかのようにしっかりと動かし、肩甲骨を開いていきます。胸を叩いて大きく大きく伸びる。ぐるりと腕を回して胸を開いていく。胸を叩いて耳の後ろから腕を伸ばす。ぐるりと腕を回して胸を開いていく。もう一度胸を叩いて大きく大きくぐるりと回して胸を開いていく。胸を叩いて伸ばすときは肩を上げてはいけません。ぐるりと回して開くときも肩を上げてはいけません。肩に力を入れずに大きく正しく動かしてみましょう。胸を開く。体を正しく動かして歌舞伎体操合わせ技。耳肩腰を一直線にして立つ。胸を叩いて大きく腕を伸ばします。大きく丸を書いて胸を開きながら箱割り、突き出し、やっ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 、自分の中のエネルギーを前に放出。やっ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 、じりじりじり、重心を真ん中にしっかり置き正しく立つ。ではもう一度、胸を叩いて大きく丸を書いて胸を開いて箱割り、やっやっ、突き出し、やっ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 、重心を真ん中にしてじり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 と戻し、耳肩腰は一直線で正しく立つ。もう一度、胸を叩いて大きく丸を書いて胸を開く。箱割り、突き出し、やっ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 、じりじりじりと戻して正しく立つ。耳肩腰は一直線。歌舞伎体操見えに挑戦。体の中のエネルギーを全力で放出する、エネルギーを表現する。では腰を落として力強く足をドン、腕を開いてふっ、わー、腰を落として足をポンと出す。腕を開いてふん、バーッ、腰を落として足を出す。腕を開くふん、歌舞伎体操応用編。歌舞伎の動きを見て真似て覚えましょう。真似るは学ぶ。ふっ、バラッ、バタ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 、ふっ、バッタリ、箱割り、ふっ、やっやっや
バーパリン。私はこれ。